皆様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時生放送です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。今夜もお目にかかれて嬉しく思います。さて、52年ぶりに獣医学部が新設されることになりました。愛媛県今治市加計学園です。これは安倍総理の下で国家戦略特区というものが設置され、それによってできるわけですけれども、正式の発表は11月中旬、林文科大臣によってなされるものと見られています。これによって本当に岩盤規制を打ち破ることができたわけですけれども、この加計学園問題のについては、来週この時間にですね、前愛媛県知事の加藤守幸さんをお招きして、詳しくその新学部新設の喜びと真実ということでお話を伺いたいと思います。さて、今夜はこの畔蒜瑠偉さんをお招きいたしました。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。畔蒜さんはですね、本当にまあどなたに聞いても安倍総理の心を一番よく理解しているということを言われるわけですけれども、この安倍さんの元でですね、この今の加計学園問題もこれはもう解決に向かいます。もう一つはですね、ユネスコに、9カ国15団体が申請していた慰安婦関連の資料、はい、これは慰安婦は性奴隷であって強制連行だと言って日本をまあ非難するという意味で、この9カ国15団体、中国や韓国、イギリスまで加わって出していたものをユネスコのこの諮問委員会がですね、正式にこれ先延ばししましょうということになりました、はい、これもすごいことですね。そうですね、うん、まあ、今回の件については政府高官も今回は相当日本も頑張ったんだと、まあ、感想を述べていましたが、まあ、一つにはやはり日韓合意があってですね、はい、もうすでにこの問題は最終的かつ不可逆的に解決だということを日本政府も主張しやすかったんでしょうね、まあ、そういうこともあり、まあ、安倍政権になって今までと違って歴史問題でもものを言うよと、はい、まだまだ足りませんけれども、まあ、今回の件をいい例にして今後も頑張ってほしいですね。いや、あのね、今まで歴史問題ではね、はい、日本はもう連戦連敗といってもこれいいですよね、はい、でも初めてここでね、反撃して反論して、しかもそのものすごい激しい形ではなくって、まあ、ユネスコという国際社会を相手に非常に、まあ、あの地道にあのきちんと説得して制度改革という、ね、根本的なところを成し遂げたわけですよね、はい、この日本に対する慰安婦の関連の非難がいけないんじゃないんです。それはあなたの国にももし理不尽なことが突きつけられたら今のようなユネスコの在り方では困りますよねという、ものすごくこの正当派のですね、はい、あの説得工作をしたというのは私はすごかったと思って。そうですね、今まではその国連機関の言うがまま、あるいは NPO、NGO の言うがままに、まあ、日本政府はこう問題を座視したっていうんでしょうね、はい、っておいた方がいいと、波風立てたくないと、そればかりでしたね、うんうん、だこれがねできたのも、まあ、私今回外務省を褒めてやりたいと思ってるんですが、やっぱりその安倍総理のイニシアチブというか、その政治のトップリーダーの決意がなければできなかったですよね、はい、そうですね、うん、まあ、外務省という役所は特に政治的な役所でありますから、安倍総理、安倍内閣が長期政権すればするほどですね、この安倍さんと同じ路線じゃなければ偉くなれないという打算も働くでしょうけどね、うんうん、あのね、まあ、この加計学園はもう国内問題ですけども、ユネスコはまあ国際社会のに対する問題で、ちょうど今日本ではですね、このイバンカ・トランプさんがいらしてるんですよね、今日おいでになって、今日は安倍さんともお話になって、はい、会食もなさっていらっしゃるんですよ。そうのようですね、イバンカさんは日本に来られて、この後韓国に行かれるのかと思ったら、そうではなくてお帰りになるということですか。そうですね、何か
まあ、細かいその経緯は知らないんですが、韓国マスコミが早速反応して、また韓国パッシングかっていうですね、反応してますですね。このイバンカさんが安倍さんとまあ非常にその関係がいいと言いますかね、このイバンカさんというのはもちろんそのトランプ大統領の長女で、そしてまあ36歳この美しさで、3人のお子さん、しかも大統領のまあ、あの補佐官ですよね、はい、で夫のクシナさんは大統領のやはりその補佐官ですかね、非常に影響力があるわけでしょ。そうですね。で日本にこの方が来られたことの重要性っていうのはどういうふうに見ますか。はい、まあ、それは日本重視の表れだということは間違いないですね、あとちょうど1年近く前に、はい、あのトランプタワー、アメリカに安倍総理が自ら出向いて、大統領に決まったトランプさんと会談しましたよね。行きましたね、はいはい、外国の首脳でトランプさんに会ったのは安倍総理だけだったわけですけれども、はい、その際にイバンカさんが同席されていて、はい、まあ、会話にそんな口を挟んだわけではないんですが、最後に、うんうん、あのミスター安倍は非常に賢い人だと、うん、でトランプさんに対して、うん、お父さんはその安倍さんの言う通りにしたらいいのよと、うん、っていう趣旨のことを述べたそうですね。パパ、安倍さんの言う通りにしなさいとおっしゃった。 でもこれってすごいことですね。そうですね、うん、でもまあそういうふうな父子関係も含めましてですね、うん、まあ、安倍総理にとってはもう財産の一つという言い方できるでしょうね、うんうん、でまあ、あのイバンカさんが今日3日ですけども、で明日あさってにはトランプ大統領ご自身がいらっしゃいますが、うん、このトランプさんと安倍さんもすでに4回首脳会談をしていて、はい、電話会談になるとどのくらいなんですか、ね、十数回になるんですかね。かなり緊密ですよね、はい、これはオバマさんの後半の4年間よりももうすでに多いと思いますね、この1年間でですね。あ、そう、はい、まあ、正直言ってオバマさんという人はやりにくい人で、まあ、世界中にの首脳に誰も友達がいないタイプの人でしたから、総理も苦労してたようですけど、まあ、トランプさんは、まあ、はっきり言えば総理を頼ってると、まあ、これも無理もないことで、もともと政治家でも外交官でもないですから。そうですね、各国首脳に知己もいない、友達もいない、うん、そういう中で最初から意気投合した安倍さん、しかもその時点ですでに長く首脳をやっている安倍さんに、うん、あいつはどういう考えだと、うん、この国はどんな政策だと、うん、それは正しいのかと、うん、いろんなことを聞きやすい関係ということですよね、うん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 、じゃあトランプさんはかなりそういう意味で本当に安倍さんにある意味のアドバイスを求めている。それはもう間違いないですね、うん、あの電話首脳会談などの際には、うん、まあ、細かい内容までは私も把握できませんけれども、はい、聞くところによると、いちいちその例えばムン・ジェイン韓国大統領がこんなこと言ってたけど安倍本当か、うん、俺はこう思うんだけど安倍はどう思うか、うん、やっぱりそうだなと、うん、そのようにその安倍さんに確かめたり確認するような、うん、会話が多いそうですよね、うん、でもそのような日米関係が生まれたことって初めてじゃないですか。私の知る限りでは初めてです、ね、だって今までの日米関係では、日本がこうアメリカの顔色をいつもいつも伺いながら、はい、アメリカの後をくっついていくっていう感じだったけども、はい、今その首脳同士の関係から言うとですね、かなりそれがこう逆転というか。そうですね、それはやはり安全保障面でも、まあ安全保障関連法の関係もありまして、日米同盟が強化されましたし、でアメリカ自身がやはりその世界の警察官を足りえなくなってきて、うん、その役割を日本に果たしてほしいとも思っている、うん、でそういう中で安倍総理がアメリカがなかなかうまく関係を結べないインドとうまくやり、ロシアとうまくやり、全てのパイプ役になっているし、うん、ヨーロッパの首脳もまだトランプさんと仲のいい人いませんから、うん、まあ、ヨーロッパとアメリカをつなぐ役も安倍さん、うん、トランプさんにとって世界の窓は安倍さんで、世界にとってもトランプさんを知る窓は安倍さんであると、うん、まあ、ちょっと今まで日本の外交史ではない状況だと私は思っています、うんうん、あの私もね、あの例えばメルケルさんとかね、メルケルさんとトランプさんって全然うまくいってないと言われますけど、はい、メルケルさんの方から電話がかかってきて、トランプさんのことについて安倍さんに聞いてるなんてことも聞きますが。そうですね、ええ、メルケルさんは前回トランプさんに会った時に、うん、まあ、後で総理にトランプは私と握手もしてくれなかったわとぼやいてたそうですけども、うんうん、まあ、結局トランプさんと電話会談した後にはよくその例えばフランスのマクロン大統領、はい、イギリスのメイ大統領とかが、
また日本に電話会談を持ち込んでくるわけですよね、まあ、それいろんな意味もありますけど、一つに大きいのはやはりトランプは何て言ってたんだと、なるほど、そういうことを聞きたいわけですよね、あのね、あのちょっとこれ本題から外れるかもしれないんですけども、安倍さんって相当なそのまあこういう言い方していいかとか、人たらしというかね、もう本当にいろんな首脳と会って、はい、その人の心をこう引きつけてしまう。そうですね。これどういう、いかにして可能なんですか、どういう資質なんですかね。まあやはりその政治家としての今までの経験もあるんでしょうけども、例えば先日もフィリピンのドゥテルテさんが来ましたけど、はいはい、ドゥテルテさんが安倍さんを尊敬し大好きだっていうのは見てればわかるほどです。わかりますね、総理が ある時外国、首脳同士の信頼関係とは何かということについて、はい、このように言ってました、うん、それは相手の国内に持っている政治的リスクを理解した上で、付き合うことだと、つまり相手側の立場無理を言っちゃいけないし、まあ、押し引きするには相手をちゃんと知らなければならないと、そういうことを少しでもちゃんと学んで知った上で交渉したり対話したりするということを言ってましたですね、いやそのように相手の国の事情とか首脳の立場というものをきちんと把握できる総理が誕生したってことですね。今まではなんだかわからなくて外務省の振り付け通りにやるっていう人が多かったような気がするんですけども、私の印象でも本当に内弁慶な人が多かったですよね、日本では菅直人さんなんかそうじゃない、菅直人さんなんていうのは、中国漁船衝突事件で超法規的に中国人船長を釈放してまで、当時の中国首脳胡錦涛さんでしたか、に呼んで横浜に APEC に来てもらったわけですよ ね、 そうでしたね、ところが首脳会談いざ始まると冒頭の挨拶から紙を読み始めましたよね、私もねあのシーン覚えてますよ。こういう紙をね持ってね、ここに置いてね、あなたが胡錦涛さん、私が菅直人だったらね、こうやって読んでたんですよ、はいはい、じゃあそれをね後で記者団が、なんで最初の挨拶から紙を読んでるんですかって質問したら、菅さんはだって相手の名前間違えると悪いだろうって答えたんですね中国の国家主席の名前も覚えられないのかと、後に 3.11 が起きますね、はい、原発と大地震の後に、フランスの当時は誰だっけな、まあ、当時のフランスの大統領が、来たわけですけども、首脳会談、それをカイエダさん、カイエダオランド大統領ですかね、はい、オランドさんね、はい、カイエダさんが自分の方に書いてますけども、自分もその同席していたけども恥ずかしくなったと、菅さんがこの短冊、英単語帳みたいな短冊みたいなのをずっと読み上げるだけなので、大統領は途中で退屈して自分の随行員と話を始めたと、あ、そう、言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。
島田和之です。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。